浜田市は、島根県の西部、日本海に面した市。岩見地方の中心地であり、島根県の西部地方の代表的な市でもある。山陰有数の水産都市として機能している。浜田市中心部周辺の空中写真。2010年4月25日撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。日本海側気候に含まれるが、沿岸部である旧浜田市中心部の最寒月平均気温は、大阪市、和歌山市、松山市と同じ摂氏6度前後であり、温暖な気候と言える。最寒月の気温は、同県松江市中心部よりも約摂氏1.5度高く、逆に、最寒月の気温は約摂氏1度低いため、島根県内でも、 年間の気温変化が穏やかな地域となる。一方で、中国山地内に位置する旧金城町、旧朝市町は豪雪地帯に指定されている。1889年時の町村状況。一が浜田町。濃い紫が1940年の浜田市域。薄い紫が2005年時点の浜田市域。桃が2004年時点の豪津市域。江戸時代は、 山間部の一部を津和野藩が、いた地域を浜田藩が統治していた。浜田藩の城下町が、現在の浜田市街となっている。1866年の第二次長州政党で、浜田城が消失し、長州藩の支配下に入り、1869年の藩籍奉還により一旦大森県に編入された後、翌1870年に県庁が浅井村へ移転され、 県名も浜田県と解消。翌1871年に旧津和の藩領を編入して、名実ともに岩見地方一帯を治める中心地となった。1876年の第二次府県統合により、島根県に編入され、浜田県は廃止。1879年の軍区町村編成法施行により、現浜田地域の大部分は新たに発足した長軍の 軍役所は、浅井村に置かれた。その後1889年4月1日、町村制志向により、浜田新町、浜田高野町、浜田辺庭町、浜田恵比寿町、浜田辻町、浜田門が辻町、浜田干物屋町、浜田原町、浜、田浦、松原浦及び原井村、浅井村、黒川村の各一部の区域から、 長郡浜田町が発足した。1898年7月24日には、不評、第21連隊の英樹地が置かれ、当地は参院を代表する郡ととなった。浜田市は1940年11月3日に誕生し、2005年10月1日に、当時の長郡の全町村と市町村合併が行われて、現在の市域となる。郵便番号は、 以下の通りとなっている。2006年10月16日の再編に伴い、変更された。県政部の中心都市であり、国や島根県の行政機関が多数立地している。市の機関県の機関国の機関等2016年12月、現在、小学校中学校高等学校大学、短期大学特別支援学校専修学校等、 国立病院気候浜田医療センター主要医療機関。カレーの漁獲量が最多で2015年は約750トン。他にのどぐろやアジなどの漁獲量が多い。特にカレーの干物作りで、島根県は全国シェアの約4割に当たる約3000トンであるが、その大半は当地で占めている。浜田駅一般路線バス高速バス、乗り合いタクシードンチッチタクシー、かなぎふれ愛号。 335、陽根郷道の駅浜田城に移築された、津和の半武家屋敷の門市外局番は、0855となっている。ありがとうございます。